マルコ・アルナウトビッチは、オーストリア・ウィーン出身のサッカー選手。セリエ A ボローニャ FC 所属。オーストリア代表。ポジションはフォワード。ドイツ語発音を意識したマルコ・アーナウトビッツという、表記も一部見られる。母国オーストリアでは、ウィーンのフローリツドルファー AC で育ち、2006年より、オランダの FC、2エンテイ遺跡。初年度の2006から07シーズンは主に、 リザーブチームでプレーし、12ゴールをマーク。同シーズン中、トップチームに昇格し4月、PSV アイントホーフェン戦で、ケネディ・バキル・ジョーリに代わり出場し、トップデビューを果たす。2007から08シーズンは徐々に出場機会を増やし、14試合に出場。得点はなかったが、アヤックス相手に、ズラカン・イブラヒモビッチ・バリのキープから、絶妙のスルーパスを、 ブレイズヌクホに通し、得点をアシストしている。2008から09シーズンは、自己最多の28試合に出場し12ゴールを記録。トゥエンテノエールディビジニーに貢献した。2009年8月6日、セリエ A のインテルへ買取オプション付きで、レンタル移籍。しかし、選手層の厚さもあって、出場機会には恵まれなかった。 結局インテルは買い取りオプションを行使せず挙手が注目されたが2010年6月4日にブレーメンへ共同保有で移籍した。ブレーメンでは2桁得点を挙げたシーズンはなかったもののコンスタントに出場機会を得た。一方でトーマス・シャーフ監督やクラウスワロフスゼネラルマネージャーを平然と批判したりソクラティス・パパスタソプーロスと練習中に殴り合ったり スピード違反で捕まったりとピッチ外での話題が目立った。2013年9月2日、ストークして FC への移籍が発表された。2017年7月22日、ウエストハムユナイテッド FC と5年契約を結び、移籍金は公表していないものの、クラブ歴代最高額であると発表した。2019年7月8日、中国。 スーパーリーグの上会場校へ完全移籍することを発表した。契約期間と移籍金は明かされていない。背番号は7番。2021年8月1日、ボローニャ FC への移籍が発表された。オーストリア代表では各世代別代表を経験後、2008年10月11日にフェロー初等戦で A 代表初出場を記録した。 2010年10月8日のユーロ2012予選、アゼルバイジャン戦で代表初得点を含む2得点を挙げた。2021年5月、ユーロ2020に出場するオーストリア代表に選出された。2021年6月13日、ユーロ20グループ C の北、マケドニア戦で、オーストリアの3点目のゴールを決めた後、アルバニア系人の北マケドニア代表、 アリオスキを人種差別的な言葉で侮辱した。欧州サッカー連盟は調査に乗り出した後、一試合の出場停止処分を下った。バルカン半島にルーツを持ち、また長身で足元も柔らかく、フィジカルもそこそこあるため、国籍は違えど、ズラカン・イブラヒモビッチに比較されることがある。しかも、本人はプレイスタイルが似ているから、プレッシャーにならないし、比べてもらって、 大いに結構と述べている。ブレーメンに入団早々、当時のキャプテンであるトルステンフリンクスからお給を据えられた逸話がある。ありがとうございます。